なんかあんまりかけるとね、はい、オーバーヒートしたりね、焼きついたりするからね。やばい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 。エンジンが切れない。切れない車になってる。待って、ブレーキを押せばいいんだ。やばいやばい。切れない。こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。なんかですね、今日はもう皆さんチラチラ見えてると思うんですけど、ちょっとね、かわいそうなお車紹介します。これまずね、車なんですか、これ。え、わかりますか、これだけ見たら。これだけ見てわかる人います？なんかもうライトもなければ何もかもないんですけど。はなちゃん何これ車。最近いつも来てんだよね。困ったらはなちゃん振るみたいな。ちょっと前だけじゃ、はい、ヘッドライト見せてください。ヘッドライトこれです。あ、ここまで来たらわかるかな。あ、ここまで来たらね。日産って書いてありますね。お、さすが。さすが。やっぱはなちゃんはヘッドライトよく見てますから。英語で書いてあるところをつけてる。日産って書いてあるだけ。手製の日産。そうそうそう、これ33ですかね。そうですね。33GTR ですね。アルビ26。はい。33GTR です。かわいそう。すごいですね。前が何もなくなってますね。うん、こっちとかヘッドライト。あ、本当だ。ヘッドライト押し込まれてるこれ。うん、あら、うん、残念だ、うん。はい。これまたどうしたんですか？これ。え？事故現状コーナーからあれですか？電話しよう。あれ？お得意の。またまた買い取りですよ。うわ、すごい。え、こんな事故の車も買い取ってきてるんですか？そうです。しかも買い取り場所が、はい、九州の熊本県です。出た。まあ、九州熊本だから、おそらく片道どうでしょう、1,400〜1,500キロ。そうですね。ありますかね。1ヶ月分ぐらいの走行距離、車で、はい、お伺いしました。遠路はるばる。はい、私じゃないですけど。あ、別のものが。買い取り担当の方。買い取り担当の方が。はい。東北3日で行ってきました。これもう、だってどうしようもないですよね。なんもないもんね、前からね。前がなんもない。へ、え、ぇー、うん。結構値段もどうつくのか、わかん、うん。こんなにひどいとね、うん、もうね。うん、これ大丈夫ですよ。はい、あの、基本ですね、はい、事故現状であっても、はい、まあ、GTR であれば、あのうちが一番、うん、まあ、高いんじゃないかなと。まあ、そうですね。はい、他の車はあのうちが高いとは一言も言ってないんですよ。うんうんうん、そういうイメージは。ただスカイラインの GTR に関してだけは、うん、言わさせてもらいます。うん、多分あれですよ、参考は違いますよ。参考はスカイラインじゃないですからね。参考はあの GTR ですけど、日産ですから、そうそうそう、日産 GTR ですから。スカイラインは違うんですけど、そうそうそう、あれは高い、一言も高いです。うちが一番高いとは言ってないんですけど、うんうん、スカイライン GTR に関しては、はい、特に第2世代に関しては、うん、3,2,3,3,4 ね。そう。はい、で、こう、事故ってる車に関して、はい、まあ、事故ってる車とか、うん、ちょっと不具合ある車。そうですね。うん、ちょっと段がある車に関しては、うんうん、錆びてる、故障してる、ぶつかってる車は絶対勝てます。それは絶対高いって言い切れます。そうですね。はい、日本一高い。はい。あの、大丈夫です。あの素晴らしい。いつもね、言ってるんですよ。はい、あの近くの地元で、うん、なんか専門店みたいなことを言って、うん、高いよとかって買い取りようって言ってるところで一度査定してから、うんうんだいたいね、どこの地域にも事故車買い取りますとかあるんですよ、うんうん、だけどこの車種に関しては、うん、まあうちに任せとけって感じですね。そう、あのでも遠いっすよ、九州だもんだって。九州多いんだってしかも。あ、そうなんすか。え、やんちゃな人が。あ、毎月やね、毎月行ってるから。すげえな。毎月行ってるから。これでもなんか見た感じ、うん、ぶつかってんの前側だけなような気がするんですけど。そうそうそう、はい、これね、奇跡的にね、エンジンかかるんですよ。え、マジっすか。、
え、ほんと奇跡ですね。一応かけてみようか。かけてみましょう。かけてみましょう。じゃあ、これは花ちゃんかけて、やっぱり。エンジンかけたんだ。エンジンかけて、やっぱこう、やってみて走る。そう、やってみないと、やってみないと。いや、事故車はやばいです。確かに。さ、こないだちょっとムチムチになりそうな。そうそう、こないだのね。おーい坂道でかかるんだぞ。坂道で、すぐにコンって行くんだったらいいけどさ、あのガーンとか来たからさ、やっぱ俺本当になんかあのなんかジェットコースター乗ったみたいな感じになっちゃってちょっと申し訳ないですちょっとな、練習しないと。そうですね、うん、はい、教習所行けないから、はい、あ、何のためにやってるか知ってる、あれ花ちゃんの免許のね、そう、MT がそう限定解除。今この時点で教習所に行かせることはできないなんで私はトラスト企画自動車学校を卒業してから行くってことね。そういうことです。そうそうそう、はい、教官全員今行かせるとそれなりに帰ってくるかもしれない教官全員夢中になっちゃうからそれはやばい。教習停止みたいなね、うん、もう取れないちょっとこうスタート地点に戻ってくださいとかって言われてね、はい、え、オートマからですか。そう、見極めが一切もらえなくて、こう乗り越し乗り越し乗り越しみたいなそれはやばい、はい、アトラクション経験するとね反抗せないよね申し訳ないけど。そうですね、ちょっとねいくら可愛くてもちょっとそういやいやいや、もうあれだよね、ちょっと膝とか触らせるぐらいじゃないとダメだよね。いやーダメですね、反抗もらえないよねってね。あ、ハンコいらないです。セカラセカラセカラハンコいらないです。エンジンかけましょう、はい、エンジンかけましょう、はい、あ、開けますか。あ、僕じゃあ開けときますね、うん、あ、じゃあ僕持ってるんで、うん、いいよ、はい、あ、いいですか。どうぞ。この辺でしかで止められない感じ。そうそうそう、もうボンネットくの字です。じゃあ、じゃあ花ちゃんかけてみてください。 GTR ですからこれ。あ、GTR。 そうそうそう、そうですね、うん、普通に自己車だから、うん、いや、もう普通にかかります。普通にかかるよ。とりあえず、まず、乗ったら、なんかこの絵よく見ますね。そう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 。ね。そうそうそう。そうじゃなくてね、うん、必ず、シートポジションをね、合わせないと。ああ、素晴らしい素晴らしい。はい、いいぞいいぞ。あれじゃない、いつもオートマ乗ってるからあれなんじゃないの、あんま気にしないんじゃないの。気にしないですね。うん、浅く座るみたいな感じで。どうですか、エンジンかけられますか。はい。おお、入れてくるな。おお。奇跡ですね、この状態でエンジンかかるのは。はい。そうですね。はい。すごいな。あ、あれですね。オイルク、なんか移動キットついてますね。言ってますね。まあ、ラジエーターがもう押されちゃってますから。あんまりかけるとね、はい、オーバーヒートしたりね、やばいやばいやばいからね。やばい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 。今なんか今ギャって言いましたよ。ギャって言ったよね。言った言った。今なんでギャって言ったか教えましょうか。ね、はい、今ね、再スタートしやがった。やばいとかって今焦ってる焦ってる。やばい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 。やばい。どうしました、あのちゃん。エンジンが切れないの。エンジンが切れない車になってる。待って、ブレーキを押せばいいんだ。やばい切れない。なぜ切れないかね。はい、事故車よくあるんですよ。あ、事故車の。そう切れないんですよ。分かんない。え、どうするんですか。え、燃料がなくなるまでこのままですよ。壊れちゃうエンジン。燃料がなくなるか、オイルがなくなるかで、はい、止まります。焼きついて止まるか、ガス欠がないしは。これ何、これ、あ、戻らないの。これはね、ハンドルロックがかかってるんです。あ、かかってます。これかかってない。かかってない。あれ、このままカチャって止まるかな。あ、ほんと。あれあれ、どうしたら、もうドキドキしちゃう感じ。壊したこれを壊せばいいんじゃないの。へこみました、ボタンが。はい、はい、これね、え、飛んで、え、切れない。切れない。おお。全
全然消える。やばいですね。これは焼き付くの待ってるしかない。焼き付く感じですかね。で、こういうケースがあった場合、はい、あ、なんか事故っちゃってエンジン切れないな。はい。やばいやばい、危ない危ない。その時にどうしたらいいか。はい。2つ方法あります。はい。まあ1個は、まあバッテリーの端子をかぶせる。はい。それは工具がないとなかなかできないんで、ハラ、うん、ちゃんの得意な、はい、得意なことって何でしょう。エンスト。エンストさせるの困りますから。それエンストさせるから。エンストさせる。いつもやってる通りでいいですよ。いつもやってる通りすると止まりますから。はい、どうやってエンストするの。はい。マニュアル入れるんですか。入れないとほらカックンカックンしなきゃ。ギア入れて。待ってください。やばいやばい。ギア入れて、はい、まあ、できれば大きい方のギアにしたらですね、3速とか5速とか、うん、はいはいはい、でクラッチを離す、はい、止まる、はいはい、なんかいつもやってることじゃないですか。ちょっと忘れました、ね、なんかこんなに意味のあるエンストって初めてですね。あ、エンストすればいいんですね。波がね、戻せなくなっちゃってる、本当に戻せなくなっちゃってる、これ、はい、戻せない、本当に戻せない、これ、あれ、あれ、あれれ、これ戻せないんじゃなくて、はい、今ね、はい、あのターボタイマーっていうのがね、かかってたって。あ、なるほどね、なるほどね。鍵がね、ここ、あ、道理で、道理で、ね、行けばいいだけ、はい、道理でね。ターボタイマーのせいでした、はいはい、たまにあります、はい、抜けばよかった。そうターボ車はね、基本的にターボタイマーついてる時は多いので、うんはい、だから鍵を戻してもエンジン関わりっぱなしになってるケースがあるんで、はい、あれは抜けば、そう、焦ってターボタイマーどうしたらオフにできるかとか、普通あのオンオフのピッと押すと、うん、ターボタイマーも止まるんですけど、ゼロになって、うんうん、だけどさっきみたいに焦っちゃうと、はい、あの鍵やってもエンジンかかりっぱなしにした場合は、はい、花ちゃんのスペシャルテクニック、はい、エンストでお願いします。してもらうとすぐエンジンを止まります。なるほど、はい、助手席に乗ってる時はね、ちゃんと首を押さえながらエンストしちゃって、急発進急上昇する、危ないんで、危ないんで、はいはい、なるほどね、もう、はい、富士急ハイランドになりますから。ドーンみたいな。あれなんだっけ、あれ、ドドンパス、ドドンパ。なんかいきなり行くんだよね、あれね。ずっとギャンって行く。カッコン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 って上がってってさ、はい、すーガーッと取れてくじゃん。ドドンパすごいっすよ。いきなりさ、ゴーンって来るの、あれ。ギューンって登ってくる。ギューンって登ってくる。そうそうそう。ギューンって戻ってくるんだよね、あれ。そう。あれ名前変えた方がいいんじゃない、何の、ドドンパじゃなくて。何ですか、うんうん、何ですか、名前。え、花ちゃんの名前取るしかないんじゃないの。今度名前変えてもらったよ、ネーミングライツ、ね、ネーミングライツ、ネーミングライツでほら変えてもらった、お金で、うん、そうそう、花ちゃんエンストアトラクション。もう私の助手席に乗ってもらえれば、そう、あの、ここにこういうのつけてもらってな。そう、なんかサポーターつけてもらえないと、そう、いやでもね、ガッくんがくん言ってるのは今のうちですよね、花ちゃんね。そうですよね、今、じゃないの、ドリフトとか決めちゃう感じ。そうですよ、もちろん、うん、最終目的は裏でドリフトですから、はいはい、ドリフトできたらあれじゃないの、みんなお客さんとか来てもらってさ、うん、お客さんの車こうやって並べといて一台ずつやってくる、その間こうドリフトでこう抜けていくっていうのが、はい、もう多分もう心配でたまらないですよ、皆さん。俺の車が、花ちゃん大丈夫みたいな。まさかの、はい、まさか、いやいや、もう上達しますからね。はい、あれ何、また今日もあれ、車の説明なし、そうですよ、またダメですよ、番外編が長すぎる。エンジンを切った時にエンジンがかかりっぱなしで焦ってる花ちゃんを、はい、そこがメイン、そう、そこがメインになっちゃったね。やばいですね、ダメダメ、いいな花ちゃん。最近そういうなんかネタが多くなってきたね。うん、うん、う、だいたい流れ一緒になってきてましたね。みんなにもう分かる。なんか車の説明してないもんね。そう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 。内装の状態とか。でもね、すごい綺麗ですよ。一応後期のね、うん、シートついてて。キレとかもないですもんね。うん、って言ってもね、もうどうしようもないじゃないですか。ね。どうしよう。ギアあれ三速に入ってる。え？いや、それはほら花ちゃんが入ってて、うん、見てよほら。
見て。あらー、なんかパカッとこうなってる。割れてますね。すごい。これここにあったんじゃないですか、これ。本当だ本当だ。これ事故っちゃって割れちゃったんじゃないですか。ハゴーンって。そこだけ。これ半分割なんだね。ね、初めて知りました。A のシフトノブって。初めて知りました。みんな、あの純正のシフトノブの中身がこうなってるっての知らないから。知らない知らない。そうですね。なんかね、こうなってるみたいですよ。はい。あ、初めて見ましたもん、ね。はい。なんかこういう風にこうなんか皮をかけて、あ、そうなんですね、左右からこうやって止めてるみたいですね。中身プラスチックなんですね。プラスチックです。なんだ。はい。ネジとかじゃないんですね。これゴム、あのほら皮なんだよ、皮。一応ね、皮ですよ。皮だけど皮をこういう風にしてるみたい。多分ね、みんな見たことない、初めて見たね、これ。いや、本当ですよ。初めて見ました、私も。ほら、事故るとね、見れる感じ。事故った時だけに。いや、相当の衝撃なんだろうな、これ。いや、見たくないな、それ。これ、2、1、3じゃないの、これ。いや、多分そうじゃないですか。ガーンってこう、行っちゃって。力が入って。うん、そうそうそう、だって、もうこんな、こんなですからね、前。ほら。ってさ、あのどこにも衝撃伝わらないからさ、伝わらないですよ、普通割れたりしないですよ、割れたりしないじゃない、うん、握ってたんじゃないか、多分で半分か握力でガキッガーンって握ってガーンってなる、 あるかもあるかも、すごい勢いで、この感じだと何にぶつかったんですか、ね、これオーナー無事だったんですかね、これこそムチ打ち、いや本当本当、今ね このオーナーはね、はい、今 YouTube 見て、はい、あの俺の車紹介してもらってるって思ってますよ、喜んでますかね、しかも花ちゃん、花ちゃんが見てるかどうかわからないけど、しかも花ちゃんがエンジンかけてますからね、いやいやいや、そうそうそう、あ、まあ、あのきっとね、あのエンジンが止まらないとかって言ってね、あれそれターボタイマーだからと思ってる、思ってる思ってる、オーナーが一番多分分かってますよ、そうそうそう、それターボタイマー聞いてんだよとかなるほどね、はい、ここでないよって話、はい、じゃあ本日は遠方からね売っていただいて本当ありがとうございました、本当にね、さっき冒頭でも言いましたけど、うんうん、まあスカイライン GTR、うん、もちろん事故車じゃない車も、うん、事故車でも、うん、程度悪い車でも、うん、これに関してはね、うん、もう自信を持ってうちが日本一と、これは自信があります、はい、はい、これだけは、はい、他には負けない、他には負けないです、はい、はい、ぜひ、調べてください、はい、結構ね、GTR は前からぶつかる車なんで、うん、フロントが重いから、そう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 、なのでこれね、大体一括査定するときに、はい、あのいろんなそのなんちゃらモーターとかほら、はい、あの GT なんちゃらとか、はい、ガレージなんちゃらとかこう来て、まあ、あの辺がこう来ても、はい、まああの辺はまだ2軍だから、あ、やべ、あ、やべ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 、あ、今、違います、今ファームから上がって今1軍になりました、あ、なるほどね、あの人たちね、修正入りました、ね、最近あれだよ、ブラスト企画には負けねえからっていう感じで、うん、勢いが勢いだけあります、ね、勢いだけそうそうそう、あ、いいですよ、どうぞ好きな金額出してください、ね、かぶせますから、はい、かぶせちゃう全然問題ないんですけど、ただやる気はありますから、うん、そう、絶対負けないって、お客さん的には嬉しいですよね、お客さん的には、いや、トラスト企画には負けないですとかって言って、うん、頑張って口だけは足しに行ってますから、なるほどね、はい、まあ、あのうちと張り合っても後で後悔するだけなんで、はい、時間の無駄だ、時間の無駄だっていう、あ、まあ、そうですね、時間も取られて、あの、おとなしくしてますから、はい、いくらど、うん、じゃあ例えば仮にね、はい、あの200万ですって言ったら、はい、じゃあうちにじゃあ220万出します、じゃあ221万出します、はい、じゃあうち250万出しますぶっちぎりミークに遊ばれちゃうんで、ほんとほんと、もう異常だって帰ってきますクレイジーだこの間この間ディノさんも言ってた、絶対間違ってるとかっつって、絶対間違ってるって、値段間違ってるっつって、多分ね、帰ってきますから、なるほどね、はい、セゼリフ履いてね、あの関係者の方もご覧になってると思うんで、そうですね、ぜひ、はい、あのそうそう、牛と張り合ってください、会うたび、まあね、挨拶して、俺も今度はステッカーあげたらいいんじゃないですか、ステッカーをGT なんちゃらとか、はい、ね、
なんとかモーターとかにあげてみようかな、うんうん、これよかったらどうぞっつってどうぞこれこれこの保管場所商品のところにこうやってペッて貼るとあいいですね、ちょうど同じサイズですから、ちょうど隠れるんで、保護法になります。あ、なるほど、ね、保護できますから、個人情報、はい、そういう使い方もあった、はいはいはい、こんな事故車でも、はい、九州とかまで遠いところまで行って買い取れる、はい、ということですね。ね、これはね、乗ってきてくださいっていうわけにいかないんで、そうですね、はい、これは自動的に私どもの方が行きます、はい、うん、だからエンジンかかんなくなっちゃったよとか、うん、事故っちゃったよとか、ミッションが滑っちゃったよって言った場合はほら、うんうん、乗ってこれないじゃないですか。そうですね、そうですね、そういう場合は基本的に私どもの方でお伺いして、うん、はい、話をして金額を出して、で納得してもらったら、まあ、お金を払って引き上げさせてもらうという流れになります。うん、なるほど、はい、はい、なので事故しちゃって困って、うん、もう直すお金もないしどうしようかなっていう方はぜひ連絡してください、うん、はい、よろしくお願いします、はい、では今日の動画は以上となります。また他の動画でお会いしましょう、はい、今日教習なかったね、花ちゃん。教習なかったです。やっぱ事故車は教習できないんで、本当、はい、坂道発進する。そうですねそうそうじゃあ次回の教習もお楽しみに、はいはいはい、またお会いしましょう、はい